ういったあたりが控えていますが、旗本2試合連続ゴール、またしてもコーナーキックから得点です。先制はグルージャ盛岡。上位陣から値千金のゴールです。やはりセットプレーでは強さを見せていきます、こちら旗本時雄。そしてこの正確なコーナーキックから点で合わせていきました。先制した試合はこれでグルージャ盛岡5試合目。